男子ベスト8第13ヒートになります。松本玲選手対河合喜一選手の試合です。それではスタート。さあ、まずは地元愛知県からのエントリー、エレファント ASP 所属河合喜一選手、勢いよく飛び上がってきます。ここで跳ねられてしまいました。まず1本目。さあ、変わって松本愛選手、兵庫県からのエントリー、2番ハイワールド所属、こちらも高く飛び上がってきます。ワイキからのというところ。さあ、勝ったのは松本選手です。イコールからの早く回していきます。フロントを決まっています。松本玲選手、まとめていきました。カープは川井選手、ここで変わっていきます。河合選手、後ろに回っていこうというところを狙っています。河合選手、そして松本選手です。
19秒で持ちました。そして川選手アクアティンスタンドというところ、さあこの試合も終了の時間が近づいてまいりました。いいフォール、バックリップスタンドというところは松本選手でした。ここでインフルを使い切りました。そしてラスト14秒、川井選手エリー、まだ6秒あります。回していきました。さあもうワンチャンスです。さあラストに見せていきましょう、川井選手。松本選手です。おめでとうございます。そしてこの試合の無常に